もどうも、今回もピンボライアンをやっていくぞ。このぶん殴り脳筋プッシャーゲームですけど、一度に1000枚以上稼げばちょっとした演出があるよとのコメントをいただきまして、気になるじゃないの。やってみよう。うわ、誰？美人さんだ。めちゃくちゃ男らしいガッツポーズ好き。なるほど、これは見れてよかった演出ですな。じゃあメダルをお金に換金します。ほいほいほ。次のゲームはループヘル、パズル、一方通行迷路地獄とのことで、キャッチコピーの語感がいいっすね。一方通行のマスを横切って輪を作る。説明をちゃんと読んだけど全然わからないぜ。まあやればわかるだろう、こういうのは。矢印の上で決定キーを押すと、そこがスタート地点になって、矢印に逆らうような方向には進めない。うんうん、なるほど。いかん、ここは行き止まりだ。2マス戻ってから右に。おわー、1周したら消えた。なるほどね、そういうゲームか。でノルマはあと2マスなので、適当な四角形を作らねば。これで盤面リセット。そしてノルマが1増加して19に。いつかは積んでしまうわけだ。なるほどな。でその後も適当にやってたが、スコア4000ちょいで死にました。実績には5000点必要で、スコアは消した数の2乗が加算されていくので、毎回23マスぐらい一気に消さないといかんのですな。大変だ。そしてこういう形に残してしまったら積むってわけよ。やっちまったぜ。よし、実績取得に向けて本気で挑むぞ。ループヘル、やってやらーよ。とはいえ私はこういうパズルを理論的に解くのは苦手です。とりあえずざっくり解こうとしてだな。がいいところで積んでしまった。ってことはここを起点にすればいい感じでは。一筆書きパズルを解くコツは、面倒そうなところを始点と終点にすること。私はそれをザ・ウィットネスの動画を見て学んだ。自分ではやってないです。OK、 22マス消したので 22×22 で484点。このペースなら5000点に行けるのでは。なんだこのクソ盤面、左向きの矢印が多すぎるぞ。ちょっとどうにもならんので4マス消して状況の打開を図る。この辺かな。悪化したような。まあいいか。20マス消した。まあギリギリ9大点ということで、この面もダメダメだったので4マス消して打開。そしてまたもや400点。くっ、一面500点が目標なんだが。そしてなんだこの下矢印の1行は。困るんだが、さすがにこの下矢印ゾーンからのスタートは確定だろうけど、左から始めちゃうと詰んじゃうか。じゃあ右から。おっ、26マス消せた。676点。一気に負債を取り返せたぞ。とこの調子でガンガン消していきまして、危ね、ノルマ達成できなくて終わったかと思った。いい感じに四角形が残っててよかった。うん、これは右下スタートが熱いと見た。おそらくこれが最適解。もうこれ以上私にはスコアは稼げん。成し遂げたぜ、5480点。なかなかじゃないっすか。次のゲームに行くぞ。炎の竜、格闘、シンプルな対戦ゲーム、 2P 対応とのことで、まさかローカルマルチプレイできる格ゲーまで作っちゃうとはすごいな。
君は真剣道を知っているか。シンプルな対戦格闘ゲームなんだが、これはそのパクリゲーだ。潔すぎるだろ。真剣道に関しては全然知らなかったんすけど、移動、弱攻撃、強攻撃、ステップ、フェイントだけの超シンプルな格ゲーみたいっすね。しかし、それをパクるにあたって操作するボタンが3つしかないので、それぞれ左右移動と弱攻撃、前プラス攻撃で強攻撃、攻撃2連打でステップ、フェイントはオミットと、なかなか無理がありそうな実装になっております。まあやってみるべ。実績は CPU に5回勝つことだったかな。ほう、なるほど。この回し蹴りが弱攻撃で、波動撃っぽいのが強攻撃か。強攻撃は発生までくっそ遅いものの、ガードバックもすごい。もしかしてこれだけで勝てるのでは。相手の弱攻撃を避けて強攻撃で削るゲームだった。これが必勝法なのか。ちょ、痛いんだが。急に強くなるんじゃないよ。画面端まで追い詰められて強攻撃を連打されたら死ぬ。画面端の絶望感が半端じゃないぞ。このゲーム削りもあるし、ガードで何か状況が好転しないかと思ったけど、強攻撃のガードバックがきつすぎてまともに差し込めないが。くっ、ステップを使いこなすんじゃない。ウォーバクステガリ強攻撃に結果的になったけど、実はパナしただけ。 CPU が想像以上に強い。多分簡単にははめられないようにランダム要素が強めの AI になってる気がする。そんなこんなで5勝目ってとこまで進めました。とにかく序盤はちょっと下がりつつ、前歩きしてくる敵に弱攻撃を置いておく。さあ、画面端に追い詰められた。ここからはなんとノープラン。気合で頑張る。お願い弱攻撃が通った。俺の勝ちだ。ステップをうまく使えたらもうちょっと深みのある対戦ができたんだろうが、無理。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。次回は将棋っぽい何かとパンツクーマンです。よければフォローやチャンネル登録よろしく。